なんか具体的な例で聞かせてくださいよ、梅村先生。はい、はい、じゃあ、理系の話ガツッと。ああ、いいですね、いいですね。やったろうかなと。はい、おお、いいです。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾中山校の梅村です。あ、梅村先生、はい、今日は武田塾チャンネルへようこそお越しくださいました。ご無沙汰してます。2年前ぐらいですかね、あの過去武田塾チャンネル、あの梅村先生も出てもらったことがあるんですけども、はいはい、多分それぐらいです。梅村先生すごいのは大阪大学の理系出身で、はい、まあ、大手の予備校で働いたこともあって、うん、で今武田塾の中山校の校舎長をされてるということで、はいはい、理系の話もっとしてほしいっていう声が多かったんですよ。はい、じゃあ、質問の方を読み上げたいと思います。はい、センター試験で7割ぐらいしか取れなくて浪人が決まりそうです。で、自分は理系なんですけど、7割から例えばセンター9割とか国公立に合格するためのやるべきことや勉強法を、お話ししていただけないでしょうか、というコメントが届いてます。はい、今ねちょうどあの国公立とか私立とかの合格発表がされてるところだと思うんですけども、ね、はい、まあ、浪人が中には決まっちゃった子もこの動画見てくれてるとは思うんですね。で、来年合格しようということで、理系の子がそのセンターで7割ぐらい、そこからさらに点数を伸ばすための勉強法みたいな、梅村さんの中でポイントありますか？あります。ありますか？実はセンター試験だからできないっていう人もいれば、センター試験もできないみたいな、うんうんうん、まあ、いろんなパターンあると思ってて、はい、で僕の実体験の話をすると、はい、僕結構浪人してて、はい、まあ、いろいろあったんですよ。A さんミスが多い人っていうのは結構点数伸びないです。うん、なるほど。うんうんうん、計算ミスする人って途中途中で計算ミスしながら計算してるから、例えばセンター試験のマークで、うん、あれちょっと桁合わへんってなって、うん、桁合わへんから1回戻ってみたいなことをするんですよね。うん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 、でそれって結構時間浪費じゃないですか。うん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 、自分の中でこう計算ミスっていうのをどうやったらなくせるか、うんうん、みたいなのをこう仕組み化するっていうのはめっちゃ大事かなと思います。ただ浪人決まった子であれば、はい、1年間やっぱ演習量しっかり確保してほしかったりとか、はい、まあ、スピード意識して計算してほしかったりとか、はい、あと多分直前期でいう見直しの工夫だったりとか、はい、まあ、そういったところになってくるかなと思うんですけど、そうですね、実力を上げていくっていう観点でいくと計算ミス、はい、ケアレスミスみたいなところ以外で何かありますか？まあ、ちょうど来年から共通試験になるんで、はい、共通試験になって、まあ、試験見たことある人だったら分かると思うんですけど、はい、まあ、ガラッと変わるじゃないですか。うんうん、そうですね、思考問題がね、はい、あのネットで見れるようになってるんで、はい、ぜひ見てみてください。はい、であれ何を聞きたいかって、思考停止してこう暗記で乗り切ろうとしてる人をこうやめてっていうのがあれなんですね。大学側というか受験させる側、そうですね、入試センター側の、はい、気持ちですね。はい、なんか具体的な例で聞かせてくださいよ、梅村先生。はいはい、じゃあ、理系の話ガツッと。あ、いいですね、いいですね。やったろうかな。はい、おいいです。物理基礎の最初の方に覚える式ってあるじゃないですか。はい、3つの式ですか？3つ の、 あの運動の式ですね。はい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 、速度、はい、V イコール V0 プラス AT、はい、よく聞くじゃないですか。はい、であれを覚えちゃうとか、うん、もうマジでナンセンスなんで。多分最初高1の授業で覚えさせられますよ。あれを覚えるとかマジでわらですよ。だいぶいきますね。はい、なんでですか？で、めっちゃ理系の科目で大事なのが、はいはい、定義と定理なんですよ。はいはいはい、で定義が何かっていうと、うん、まあ、誰かが決めたことですよね。これめっちゃ大事なんで、うん、まあ、覚えてはほしいんですけど、なんでその人それを入れようと思ったんかとか、うんうんうん、めっちゃ考えるとすごいいろんなことが見えてくるんで、うん、まあ、そこが大事ですと。うん、で定理っていうのは定義からこう発展させていくとこういうの出てくるよみたいなのが定理なんですよね。でこの定理っていうのは、一応受験上では覚えて使ってもいいよって話なんですよ。うんうんうん、覚えて使ってもいいよって話なんですけど、物理の公式って100個もないじゃないですか。高校3年間で習う暗記の量がどうですよね。そうなんですよ。確かにそうかもしれないですね。はい、じゃあ何を物理っていう科目では聞かれてるのかって言ったら、うん、その定理を覚えてることじゃなくて、うん、定理をどうやってか出すんですかっていうのを聞かれてるんですね。うんうんうん、なるほど、なるほど。特に記述式なんかはそういう傾向が強いですと。はいはいはい、でちょっと戻りますけど、はい、V イコール、V0 プラス AT っていう式、うんうん、あれってまず加速度の定義なんですかという話ですよ。うんうんうん、知ってます？加速度の定義、加速度、どのぐらい、スピードがアップするかみたいな。どのぐらいって何ですか？単位秒あたりのスピードアップと、なんか率みたいな。そうですよね。はい、クリアです。単位時間あたりにどのぐらい速度上がるの、はい、っていうのが A の式なんですよ。はい、あ、でもこれ僕は奇跡的に答えられましたけど、はい、奇跡で、はい、答えられない物理勉強してる子もいるかもしれないですね。ちょっと気をつけた方がいいですね。気をつけた方がいいですね。はい、
でこれ何を言ってるかっていうと、はい、結局その V の式っていうのは、はい、V イコール V0 プラス AT ですと、はい、でこれ横軸を T と取って縦軸を V と取るっていう平面上で考えた時に、はい、A って傾きなんですよね、はい、うん、ってことは傾き分かってたら直線って書けるじゃないですか、はい、うん、だから Y イコール AX プラス B の一次関数の式ってあったでしょ、はいはいはい、あの関数の式でいうと A に当たるやつなんですね、加速度っていうのは。なるほど、まあ、その一次関数とV イコール V0 プラス AT っていう速さを出す式が実は一緒なんだよと、構造上は。そうなんです。それを気づいてるのか、それともそれを気づかずに式だけ暗記してるのかでは全然違うぞっていう。そうですね。それをやっぱ知ってるか知らないかで問題への向き合い方も変わりますか？変わりますね、全然、うんうん、じゃあ僕の過去の話で言うと、はい、僕入試でまあ国公立受けてたんですね、はいはい、まあ、これ阪大とは違うと思うんですけど、はい、まあ、受けてたところで聞かれたのが、はい、乱性エネルギーが2分の 1kx 次方になりますと、はい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 、でそれはなぜかを答えろと、はい、これってそもそも2分の 1kx 次を知ってても答えられないですよね。そうですね。いや、これ教科書に書いてあるんですよ、うん、2分の 1kx 次方と、はい、k がバネ定数で x がバネの伸び、はい、それ出てるんですけども、普通丸暗記しちゃいますよね、はい、で丸暗記してるだけだったらさっき梅原先生が実際に出会ったような入試問題は解けない。解けないんですよ。で大学側はそこまで見てるということですか？そこまでというか、そこを見ているというか、そこを見てるんですね。そうですね。式を覚えてるか覚えてないかじゃなく、じゃなくて本質を理解できてるのかどうか、はい、じゃあこれが浪人生の子たち、まあ、7割ぐらいってことは多分式の暗記はいけてるんですよね、この教室もしてくれた子は。かもしれないですね。じゃあ式は100個ぐらいあるやつを覚えてはいる、でもその理解が追いついてないから本質的なところが分かってなくて失点してるだろうと。じゃあこの1年間どういう勉強したらいいですか？ざっくり一言で言うと考えてくださいと、うん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 、定義がなんでそういう定義をしたかったのかとか、うんうんうん、定理ってどうやって導かれるんだろうとか、うんうんうん、そういうことを考えることが勉強だと、スイッチを切り替えてほしいと。なるほどですね。例えばその辺の話って参考書で言うと、漆原の物理が面白いほど分かる本とか、はい、まあ、そういう講義系の本に結構詳しく書いてあったりもしますよね、はい、そうですね。でそれもただ暗記するだけじゃなくて、本当に自分のものになるように繰り返し繰り返し読んだりして物理の現象を正確に理解してほしいですよね。そうですね。式の暗記じゃなくて、一問一問としっかり向き合いましょうと、はい、いうことが理系科目共通して勉強で大事なポイントかなと。大事です。思いました、はい、頑張ってほしいですね。そうですね、浪人が決まってしまった受験生は、はい、来年その一問一問とじっくり向き合うことが、ゴールにつながるかなと思います。じゃあ梅村先生、最後に理系の受験生の方に一言メッセージもらってもいいですか？はい、覚えて終わり、答えを一致させて、終わりじゃなくて、なんでその答えになるのかっていうのを徹底的に突き詰めてください。はい、理系の受験生の皆さんね、頑張ってください、またね、コメントたくさんあれば梅村先生来てもらおうと思うんで、ぜひぜひ何か理系の質問あればコメント欄にお願いします。今回は以上です。武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい。校舎長は大学受験のプロフェッショナル。講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導。合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。